論点1ですね、事故による放射線の健康への影響が見込まれる疾患についてというところについてご意見ございませんでしょうか。放射線、原発事故による放射線の直接的な健康影響だけではなくて、それから派生するさまざまな問題、例えば、避難された地域の方々の生活環境、それから経済環境、社会環境がガラッと変わってしまう。で、避難されてない方もですね、やはりその原発事故によって心の問題等をはじめいろんな問題を抱えている。ですから、その放射線の直接的な健康影響だけではなくて、それから発生するさまざまな問題に対して、やはり福島県住民全体の QOL を上げる、改善する、そういう方向でですね、ぜひご議論していただきたい。おそらく環境省だけでは、の施策だけではカバーしきれない部分があるので、そこをちょっとどうしていくかということを次回までにまた考えていきたいと思います。この項目だって論点1が放射線の健康影響ということで、論点の4のところに健康不安へのについてというふうな項目立てになっているところが、もしかすると放射線の健康影響と放射線以外の災害に伴う健康影響という形で項目立てしておいて、そこの中の対策として不安対策とかそういうものが入るんじゃないかと思いますね。ちょっとその枠組みをもう一度事務局の方でも考えてもらいたいと思います。私は健康不安っていうのがですね、やはり放射線の健康への影響っていうことの中にですね、放射線の不安っていうのはやっぱ大きく存在すると思うので、この論点1のところにですね、私はその不安っていうのが入ってきてももちろんよろしいと思いますし、ですからそこちょっと今までのご発言っていうのはちょっとよくは理解できないので、もう一回ご説明お願いしたいと思います。もう今までもその放射線に起因する疾患っていうことはもう60年にわたって原爆でいろいろと議論されてきた、日本の中ではですね、議論されてきて、判例もいっぱいあるんですけども、ここでもう非常に広い範囲の問題ですので、放射線によるという言葉を本当にこの委員会でどう考えていくか、大きなといいますかの大事な問題だと思います。私の言いたいのはですね、放射線で健康への不安があるっていうことなので、やはりその、例えば今までのいろんな、例えば被爆者の方のいろんな調査、それからチェルノブイリの調査から今それを福島にこう照らし合わせたときにですね、今までの、ずっと議論してきた線量の把握だとかそういったことからは起こらないだろうといういろいろな結論がこう出てるっていう、そういうような意見がありますよね。しかしそういったことに対しての県民の不安っていうのがまだあるんです。私はそう思うんですよね。だからそれはこの論点1のところでですね、それは出てこないでおかしくないですかっていうふうには私は思ってるんですけども、いかがでしょうか。すいません、今の先生のご指摘は論点の1の中に健康不安の部分も入れた方がいいというご指摘でよろしいですかね。現在例えばその実際に疾病が出てきたりとかですね、そういったことの出てくるんじゃないかってすぐにですね、県民の方が不安を持ってるっていうよりは、やはりその日本であんまりなかったその事故によるですね、放射線の影響、健康への影響ってことについて大変深い不安があるっていうふうに捉えた方がよろしいと思うんですよね。そこにそれがですね、この論点1の中でもし僕は十分語られるべきだというふうに思うんですけれども、それはどうなんでしょうかね。その放射線によるということの議論は本当に日本でもう今まで何度も何度もやられてきまして、つい最近もまたそういう議論がありましたけれども、なかなかそこを議論するのは非常に今までの習慣と違うところを議論するので、本当にこの委員会でゆっくりと考えて、どこに今すぐにこう論点の1の方に入れるというのは決められませんので、この次までご意見がありましたらどうぞいただくということで、少なくとも無視してるんじゃないんですね。無視じゃないんです、先生のここで本当に大事なことだから、どう考えていくかと、精神的な影響ですね。とにかく実際何が今起こってるかという事実
を例えば安倍先生なんかのお話からもですね踏まえて、じゃあそれの中で起こっていることの中で実際その直接の影響として見えるのはでそうではないところというのはこれ随分長い歴史がご存じのようにありまして広島長崎の原爆に関して言えばこれはそれの中から占領と直接関係のある健康リスクというものをいかにきれいに取り出すかというのがずっとこれまで放射線影響研究所がやってきたことであります。でも今回の事故は実際に起こっている影響をからまずスタートして、それで今の その占領とかの関係以外に非常に広い広範な影響が実際あるということを見据えて全体的にまとめていただければいいかなと思っています。言ってるのはそれ以外 その例えば論点4で言われているようなですね健康不安への対応っていう、もしそれがですよ、例えば避難してそれで違うところに住んでっていう先ほどの安倍先生のお話のね、のようなことで不安があるとかそういったことじゃなくてですね、放射線の健康への影響そのものに対しての不安があるんじゃないですかっていうことを言ってるわけです。でそれが例えば大久保先生が先ほどお母さん方にその実際にお話を聞いたっていう中のその話の中にもそういうものがあるわけですよ。ですから僕はこの今はその疾病が顕著になっている部分はほとんど見えないかもしれないけれども、ただその中でも不安というものがあるんだという放射線に対してですよ、それは論点1の中で述べる必要があるんじゃないかということを言ってるわけです。一応先生のお話そのまま議事録にいただいてこの次のまとめの中に入れたいと思いますが、で今日また新しく出る議題に移りたいと思いますけれども、今まで福島県内の議論だったわけですが、今度はその論点3として今日初めてこの委員会で具体的に出てまいりますけれども、福島の近隣県における対応の方向性ということについてご議論いただきたいと思います。この論点さん取り上げていただいたことは本当に感謝申し上げます。ありがとうございます。私はですね、やはり千葉県の北の方で実際に診療やってますし、南の方でも診療やってるんですけどね、千葉県はいくつかのホットスポットがあって、その時に実際に浄水場にその、汚染があったということでですね、その時に自治体のいくつかではですね、上流水がミルクを作るようにですね、作るためにですね配られてるんですよね。実際そういうふうな現象があってですね、お母さん方大変心配しております。で、実際にはその子どもたちのところに体に実際に何かあったわけではないんですけれども、先ほど言いましたようなですね、そこがかたないその育児上の不安の中にこのもう不安が加わりましたのでね、やはりその何回目かの会議で言いましたように、九市の市長さんのところにですね、それぞれの市のお母さん方がやっぱり陳情してやっぱ検査をしてくださいと、甲状腺の検査をしてくださいというふうな陳情が実際にあったことは事実です。でそれは不安を裏返しというふうに考えている私はいいんじゃないかと思うんですよね。私の診療のところにも実際に来ますし、でそれをその市長さんたちが、それは国で負担をしてもらいたいというような形で旧市長の要望という形に実際になっているんだと思うんですけれども、それは実際にはまだ実現はされておりませんけれども、そういう現象があったという中でですね、私はそういう不安を、一つその検査やればですね、解消、全て解消するということではないのは分かっておりますけれども、やっぱり要望があればですね、その要望に行って答えるだけのその文句は広げた方がいいというふうに思っておりまして、できればその希望するお母さんたちには検査をするということ、そういう体制を作ることも大事だというふうに思っております。私の震災の当時群馬県に住んでおりました。で群馬県はもちろん放射線の影響といいますか、放射線の検出はもちろんされたんですけども、ただ群馬県にしましても福島県よりはやっぱりはるかに線量は少ないですね。したがって放射線の影響という考える場合には、僕はやっぱり近隣県は福島県より少ないと考えるべきだと思います。で甲状腺がんについては、僕は福島県で何らかの影響の傾向が出てから
やったところで対策が遅れるということはないと思います。あの不安を抱えている方がやっぱりいらっしゃる以上、それはあの行政側としてその全員を対象、その全住民を対象とするのではなくて、個々不安を抱えている人に対してはですね、何らかの形でそういう検査をする期間を質の与えてあげて、かつそこには甲状腺と非常に難しい部分ですから、ちゃんとした専門の方を配置をして、この場所にいつ行けば検査できるというこう、ある意味になってますかね、行政側の積極的な検診ではなくてですね、希望者に対する限定的な検診っていうのはあってもいいかなとは思います。一人一人の、住民の方にとっては自分のこととしての不安を持っていらっしゃることは確かなので、その不安を解消する一つの手段としてですね、希望があれば検診の機会をきちんと提供するということは行政的にはやるべきことではないかというふうに思います。心配だから検査をするというのも非常に簡単にというか、まあかっこいいわけというか、その説明しやすいですけども、前にも検診の、まあ、メリットデメリットという話もあって、ここでも議論したと思うんですけども、その希望があった時に検診することが、それはその行政がどうこうとかですね、お金がどうだとか、そんな問題じゃなくて、本当にその方のことを考えた時に、検診をしてずっと続けていくことが本当にその方のためになるのかということを専門家として考えようということが一時もずっと議論しましたね。まあ、がん検診一般について言いますと、不利益が利益を上回るために受けない方がいいと判断されているがん検診がいくつかあります。で、その専門家の意見として、この検診は受けない方がいいということも判断としてあり得るということを多くの方に知ってもらいたいですね。で、まあ、もちろん希望者の方に受けていただくというのが一番、まあ、その何て言うんですかね、不安を解消するという意味ではいいのかもしれませんけれども、まあ、そのことで、ご本人が理解されない範囲でのその不利益というのが生じる可能性があるということは、専門家としてきちんと説明をしないと、ただ単に希望者の方に受けていただくということは、あまりそのなんていうか責任のある行為とはちょっと思えないような気がします。もう何回もこのことについて言ってますけれども、要するに今特殊な状況の中に置かれている方なわけですよ。私が言ってるのはですね、福島の県民の方だったり、それから近くの近隣の方だったり、それから私が見ましたようにホットスポットの方だったり、まあ、そういう中での出てきている不安を持っている方たちに対してですね、これはその要するに利益不利益というのがですね、まず一つはその公衆衛生的に見たらそういうことはあるかもしれませんけれども、そもそもそのことを言い出すというのがですね、私はだから検診ということについて私はまあ前向きに考えるべきだというふうに思っておりますのでね、だからそのことはおかしいんではないかと何回も言ってるわけであります。これ福島県の近隣の、まあ、住民の方が、まあ、不安に思ってる、でそういう不満が非常に強いということであれば、それは何らかの対応はしなくちゃいけないと思うんですよね。でもし検診とやる場合は、これは検診をやりっぱなしというわけにはいきませんので、当然その検診をやればそれに対するやっぱりサポート体制、その後どうするかっていうのを全て制度化にも含めて全てやらなくちゃいけないという問題に発展すると思うんですね。私自身はやっぱりそういう住民の方が不安があれば、それに何らかの改善をする方法を取ることは当然だろうと、そのやり方をどうするのかという話だと思うんですね。どうぞ首かしげてないでどうぞ ご発言、どなたでも、もうこれはまだ本当に最初ですし、皆様の発言を事務局がまとめてくれますので、もうご自分の信念に従ってどうぞお話しください。その不安を抱いている希望者に対して、そのいきなり検診をやるというのではなくて、やはりその不安を取り除いてもらうようなきちんとした事前説明なり、そういういわゆるメンタルサポートというのをメインにまずするという方がいいように私は今日の皆さんのお話を聞いてて思いました。
ただ なんとなくただ要求があるから検診するということだけではなくて、本当にその後まで考えてどうなるかということも本当に住民のことのことを考えて、我々が専門家として何ができるかということだろうと思うんですね。体制作りもそんな中にあるし、精神的な問題の相談もあるし、だからなんか検査してしまうとそれだけで責任果たしたような気になってしまうけども、それではとってもそんなもんじゃないんだっていうような気持ちがあるものですから、どうやはり前向きにですね、そういう不安があるってことについて前向きにこう捉えていくべきだっていうようなお話が あったと思います。私も実はもうすでにですね、甲状腺検査というふうなことで、そういう人々がいて、それで要求されてるっていうふうなことでですね、一つ盛り上がってるのはやはりニーズがあるっていうことだというふうに捉えてます。それから不安があるっていうことだと思います。行政の方がこの地区は今まで10何回もお話しして、放射線量についてはこうで、リスクはこうで、まだけども不安がある方についてはこういうふうに対応していきたいとかいうふうなことで、きちんと方針を出すのはよろしいんじゃないかというふうに思います。この間甲状腺の検査県外でやってるっていうのは、みんなそれぞれの自治体が自分の予算である、あるいは NPO が援助を受けてやるっていうような感じでやってきてるんだと思います。で、今日ここで国環境省としてそういう検診を補助するっていうようなことになると、これはかなり大きな違いがあるんだと思うんで、そこは十分理解した上で議論する必要があるんじゃないかと私は思ってます。それぞれの自治体に関してはそれぞれの大概選挙が関係してたんですが、住民の不安に応えるために政治家がこういう公約をしてそれを実行するという形でやられてきてる場合が私の知る限りは大部分かと思ってます。で、それはそれとしていいんですが、今国としてそれを積極的に国のお金でやるっていうと、また全く違う政治的な意味合いを持ってしまうんではないかと思ってるんですね。それは先生のお考えだと思うんですよね。私たちはここで健康支援ということについてですね、話をしてきてですね、今日県外の方の健康支援というところもつながってきたわけですね。そこでこういうふうにするべきだ、やはり前向き、不安があるんだったら前向きに向かい合うべきだということを、これはやはり我々の結論として出せるんであればですね、それは国に要求した方がいいと思うんですよ。なぜならば国策として進めてきた原子力発電所の事故であるからですよ。ですからこれはですね、そういう不安があって対応するってことがこの会議で前向きにやりましょうってことであればですね、それは国に僕は新たなこの地点でですね要求しても僕はいいんじゃないかなって思うんですけど、どうでしょうか。今ここの場で検診をやることがメリットの方が高いっていうふうに判断できるんだったら、そういうリコメンデーションになると思うんですが、非常に頻度の低い甲状腺、小児甲状腺がんのスクリーニングを積極的にやるというメリットよりはデメリットの方が多いというのがほとんどの先生の意見ではないかと思ってるんで、私自身はそれを国としてやるのかどうかっていうのに関しては個人としては反対の立場です。健康管理の専門家でないんですけど、私は一個人として一般の市民としての感覚から言うと、僕は基本的にその県と県外っていうこういう仕切りは最初の頃に言いましたけれども、その少なくとも福島県は県民間健康管理調査っていうことですね、全県民を対象としたやり方を取ったわけですね。で、それを国がお金をサポートしてるわけですね。で、鈴木先生はその県外を国のサポートがあまりよろしくないというおっしゃり方をしましたけど、今この場はやはり国のサポートがどういうやり方でどういう程度ですることがいいのかという議論をしているので、科学的にその線量ベースで何かをものを言おうとした時にですね、そのアンスケアはあくまでもそのある地域の平均線量だけを言っているわけですし、で
そういう中にその幅があるということも言っているわけです。で、福島県よりも県内よりも高い地域だってあるわけですね。基本的に福島県も低いところもたくさんあるわけですね。西の方はかなり低いわけですけれど、やはり県外を一括りにするんではなくて、そういう中でそのホットスポットがあったり、そういうところで心配されている方が、そういう領域があるわけですから、それにどういうふうにそのオーダーメイドというかテールロードなやり方を考えていくのかってことが、まあ、この場に求められていることじゃないかというふうに思います。委員会のタスクですけども、行政がどうするこうするっていうのは我々専門家会議としてそんなに大きな議論ではないね。行政に対して専門家会議としてこう考えるということをここでまとめるのが我々の仕事であって、その行政はそれはまた行政として考えてもらう、我々は専門家としての意見を出すということなんで、ちょっとそこのところですね。ですから出すとしたら、例えばホットスポットがあって、ホットスポットのこれぐらいのところはうんぬんというのが、まあこの専門家会議の話になるんではないかと思うんですが、今先生おっしゃったような、その何か数値でこのレベルだったら何かをするとかしないとかっていうような、そういう占領レベルをここでそのはっきり評価、いろんな評価が出てる中でですね、本当に言えるのかどうなのかっていうのは僕はまず疑問に思います。それからそういうさっき公衆衛生的なそのメリットデメリットの話ありましたけど、いろんなそういうコストベネフィットっていうかリスクベネフィット的なアプローチの中には、そのいろんな要因があるわけで、個人個人によってそれを受けることによる不安の解消っていうのもあるわけじゃないですか。で、どれだけの要因を全て網羅して考えているか、いるのかによって全く違ってくる側面っていうのがあると思うんですよね。だから何かこうすごいスパッとしたクライテリアではとてもその切れないっていう、まあ、印象を持つんです。まあ、甲状腺の話ですけども、まあ甲状腺の検査をその30万人の方々に我々やったわけですから、その結果をですねきちんと、まあ、見る必要があると。で、その A2 と判断される方が、まあ、約5割ぐらい出てくるということと、それから30万人の方に検診を行えば、約100人の方々が甲状腺がんと診断されると、こういうことが、まあ、事実として、まあ、確認されているわけですから、おそらく同じ事象が起こってですね、そのことを本当に受け入れるのかどうかということを冷静に判断した方がいいということを強く思います。この専門家会議のタイトルなんですけれども、これは原子力発電所事故に伴う住民の健康管理の在り方なんですね。決してその放射線被曝による健康管理の健康影響による健康管理の在り方を論じるだけの専門家会議ではないわけです。で、もちろんその検討内容の大きな柱として、これまでも論じてきましたように、被曝線量の把握をして、それを評価して、それに基づいて健康影響を、まあ、予測するということも含まれましたけれども、本来のその全体をカバーする大きな目的は、事故に伴う健康管理の在り方をもっと広く考えなければいけないわけです。もう少しその丁寧なおまとめをいただきたいというのは座長に対するお願いです。それから、今後のその論点の整理にあたっても、決してその今の論点1であるように、放射線による直接の健康影響と、それから論点の4にある健康不安についてですね、これを切り分けるのではなくて、健康影響というものをもっとトータルに捉えていただいたら、捉えてこの論点を整理してはいかがでしょうというのは、もう一つ事務局に対するお願いです。私自身も全くそのつもりでの座長をしてきたんですつもりなんですけれども、もう一度まとめの点でね、読み直していくと、我々の与えられている13条の範囲が、もうまず最初に放射線によるということが一番最初に書いてあるんですね。それからその
国民の理解とか、今我々がお話ししてきたようなの国民の理解というようなことで不安を感じている人たちにどうするかということは4条にまとめてありましての、まあ極端に言えば我々はそこまで、この検討会は13条をどうするかという検討会であるということで、そこの切り分けをある程度考えた上で中間取りまとめに行かないと、の他のところまでの入っちゃうのか、あるいは我々が依頼された範囲でこの中間報告をやるのか、13条のところで放射線によるというのが最初に書いてありますので、そこはやっぱり頭に入れて議論しなければいけないかなと思って、まあ、さっきから少し何回かお話ししているところで、今までの議論はまた事務局の方での議事録を見ながら整理していただくということでの終わりたいと思いますが、あ、それからの今日は清水先生がお休みなもんですから、甲状腺がんの議論はまたそれをお伝えすると、この議論はですねのということで、またご意見もいただきたいと思っております。で、あとここで事務局から何かございますか。すいません、今日いろいろご意見いただいたことにつきましては、資料2の方をですね、整理をして、次回は文書にしてですね、まあ、中間取りまとめといいますか、議論でできるたたき台としてですね、まあ、お示ししたいと思っています。で、本日清水委員がご欠席でありますので、本日の甲状腺の検査についてのですね、意見、こういったものもお伝えして、清水先生のご意見も伺ってきて反映させるようにちょっとしたいと思っています。またですね、これまでの議事録からご発言いただいたことをですね、今回列挙させていただいておりますけれども、まあ、文書にまとめる際にはこの言い方とかそういったものでですね、その都度ちょっとご紹介をさせていただくとか、そういうふうなこともあろうかと思いますので、その節はよろしくお願いしたいと思っています。